こんにちは、池田真子です、はい、今回はダイソーの購入品を紹介していきます。新しい収納グッズがね、これは便利そうって思うものばっかりで、いくつか買ってきたので実際に使いながら紹介していきます。ぜひお買い物の参考にしてください。でまずキッチン周りで使えそうなものから、こちらです。シンク内扉用5連フックです。これはシンクの扉の内側に取り付けて、こういう風にね、いろんなキッチンツールを収納できるアイテムになっています。このシリーズがね、結構いろんな収納グッズ販売されててすごい便利なんですけど、今回はね、フックの高さが変えれるタイプのものになっています。中にはね、こんな感じのパーツが入っています。こんな感じで差し込み式のタイプになっていて、穴がね、こういう風に3箇所あるので、ここにさっきのパーツを取り付けて好きな高さに設置できるっていうようなものになっています。はい、取り付けてみました。反対につけてたちょっと待ってはい、こんな感じで改めてつけました。これだったら取り出しやすい高さに取り付けるっていうこともできるし、シンク下によってはこの扉の内側がね、当たって取り付けれないことがあるので、まあ、それを避けるのにちょっと低い位置につけるっていうこともできるので、いろんなキッチンで対応しやすいのがいいなと思いました。耐荷重量はこの1フックあたり 150g なので、よくあるキッチンツールはもう普通にかけられると思います。はい、次こちらです。コの字ラックを購入しました。これが300円商品になります。前にね、動画でもパソコン用テーブルっていうのを紹介したと思うんですけど、あれがもう本当に大人気商品で、なかなかね、手に入らないんですよね。皆さんゲットできましたか？で、まあそれはね、また一時期は再入荷されたんですけど、またしばらく出てないっぽくってと思ってたらね、また形はちょっと変わるんですけど、コの字ラックが出てたんですよ。で、これは木製なんですけど、ちょっと木製のプリントが貼ってあるような感じのデザインになっていて、なので表面とかはすごいツルツルしています。はい、これがね、その前に紹介したパソコン用テーブルっていう商品の500円商品のものなんですけど、こう比べるとちょっとコンパクトなサイズになります。高さはこっちの方がありますね。で、このコの字ラックはね、大型店で見つけたんですけど、このパソコン用テーブルがゲットできなかったって方は、こっちだったらまだ買いやすいかもしれないです。これはもう皆さんにお知らせしたいと思ってね、今回購入しました。表面がツルツルしてるので、こっちだったらキッチン周りで使って多少水がかかったりとかしてもさっと拭けると思います。あとコンパクトなので幅を取らないっていう意味で、いろんな場所でも使いやすいんじゃないかなと思います。こういうコの字ラックは上下にこう高さを有効活用したりとか、横に向けるとちょっとボード風になったり、あとはこれを逆さに向けるとちょっとこう本を立てておいたりとかっていう風に、いろんな使い方ができるので、収納グッズとしておすすめの形になっています。はい、次こちらです。釣り戸棚用バスケット&キッチンペーパーホルダーです。これは300円商品になります。これもまた画期的なアイテムですよね。釣り戸棚にこちらを差し込んで、こんな風に浮かせて収納ができるものなんですけど、このイラストに書いてあるように、このカゴの部分に何か物を収納しておいたりとか、で、この隣の部分にキッチンペーパーを通して吊り下げておくっていうことができる商品になっています。ちょっとね、今レンズが変わっててピントがなかなか合ってなかったらすいません。で、耐荷重が約1キロみたいなので、まあ、ある程度のものはね、こちらに置けると思います。それこそ、まあ、こっちはキッチンペーパー置いたらあんまり濡れない方がいいですけど、ちょっと一時的にコップとかをこう置いておくとか、洗った後の食器をちょっと一時的に置いて水切り棚みたいな感じでも使えるかもしれないし、もしね、上にこう戸棚があるっていう方はこういうアイテムを使うと収納スペースを増やせると思います。確かこの白と黒もあった気がします。
はい、次こちらです。ブックスタンドのアイボリーを購入しました。これはこのアイボリーと他にねブラックもあったと思います。で、ブックスタンドっていうことでちょっとねこの間に仕切りがついた形のブックスタンドになっていて、横から見るとねなんかこう虹っぽい感じのデザインになっています。でここに仕切りがあるので別のブックエンドとかをこう使わなくても数冊ずつこう倒れないように固定しておくことができるので便利だなと思います。普通のブックエンドを使うとあの L 字の下の部分にこう本を置くことになるんですけど、こちらはあの下がね何もない状態で横から仕切る形になるので、本を取り出す時にそのままスライドさせることができて本も傷めにくいんじゃないかなと思います。でこちらはこういう風に向けてね使うこともできるんですけど、私は今ここに夏用のバッグ、ちょっとこう柔らかいものとか倒れやすい型崩れしやすいものとかあると思うんですけど、そういう安定しにくいものとかをここに収納しておくと程よい幅でね支えてくれてるのでいい感じに収納できます。この本体自体そんなに重たいわけではないので、もし高いところで置いて使うっていう場合はこれ自体がねプラスチックでできている加減もあって多少こう動きやすかったりずれやすかったりすると思うので、テープとかで固定しておくとそういうずれも防げるんじゃないかなと思います。はい、次こちらです。こちらデスクスタンドです。はい、こんな感じのシンプルなケースになっているんですけど、ちょっとねこう形が変わっていて、ここの部分にスマホをね立てかけておくことができるんですよ。でこの上の部分はスペースがあるので、まあ、ペン類とかこう高さのあるものを収納しておくことができるので、デスク周りに1個あるとすごく便利だなと思います。まあ、スマホ以外にねなんか付箋とかメモとかを置いておくこともできるので、まあ、そういう使い方もありだと思います。メイクブラシとかね、なんかいろいろ入れるそうですよね。はい、ということで今回はダイソーの購入品を紹介しました。どれもねすごい画期的でいろんな使い方ができそうなアイテムだったと思うので、皆さんの中でも気になるのがあればぜひお試しください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田真子でした。バイバイ。